皆さんこんにちは、パチソロ秘書坊のヒョウです。名前だけです。さあ本日はですね、こちらパチソロエンジェルビーツのシダ解説を行うためにサミーさんのショールームにお邪魔しております。待ってました。まあなんか大人気コンテンツなんですよね。はい、もうアニメ自体というかゲームとか、原作確かゲームだったと思うんですけど、10年前にアニメが放送されて、はい、で私それ見てたんですけど、まあ、当時から人気で、まあ、曲もいいとか、ストーリーもいいみたいな、キャラクターも可愛い、いやなんか曲がすごくいいとかは聞いてるんですけど、まあ、おじさんはなんでアニメ見てないんですけど、見てないんですか。まあ、なんかパチソロの仕様としては原作ファンの方でも、まあ、そうでない方でも非常に遊びやすく、そして分かりやすい仕組みになってるというところなんですけど、まあ、だからまあ言ったらファン、マニアですね。マニア、いやもう知ってますね、はい、アニメ何回も見てる、はい、見てます。詳しいですね。詳しい、はい。そんなあなたには今日ですね、まあ、志田解説とは別でちょっとチャレンジを、はい、チャレンジ、はい、この台、通常時、まあ、ある特定のタイミングで、クイズが発生するんですよ、はい、で原作見ていれば、まあ、大体正解できるのクイズがあるんですけども、まあ、それに舞武さんに答えてもらおうか、はい、でまあ、やっぱファン、マニアを自称するのであれば正解率は100、いや、まあ、95% はもう最低でも突破していただきたい。 95%、まあ、あんまりハードル上げないでほしいですけど。もし、はい、もしですよ、万が一達成できなかったらもう二度とファンを名乗らないでください。厳しくないですか。もしこの飲み会とかで、うん、エンジェルビーツ好きって言われてもなんかもう知らないふりしなきゃいけない。あっちでその話で盛り上がってても、なんかもう知らんぷりしてください。つらファンでいたいのであれば、はい、まあ、しっかりこうクイズに答えていただけたらな。で前竹さんはクイズに挑戦し、私は必死に機種解説を行いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速ゲームフローの解説に移らせていただきます。通常時はまず ATA の入り口となるボーナスを目指します。ボーナス当選のメインケーキは通常時の周期抽選となっておりまして、通常時は約60ゲーム周期でボーナスに当選するチャンスが訪れます。また周期の途中でボーナスに当選するルートやチャンスゾーンからボーナスに当選するルートも存在するため、通常時はゲーム数問わず常にボーナスに期待できる仕様となっております。続きましてボーナスの解説です。ボーナスはバー揃いの戦線ボーナスと青七揃いのエピソードボーナスの2種類となっておりまして、初当たり時の大半は戦線ボーナスに当選します。戦線ボーナス中は AT 抽選に関わるアイテムの獲得抽選が行われており、消化後は自力でのエピソードボーナス当選に期待できる天使救出作戦に移行します。天使救出作戦成功でエピソードボーナスに当選し、消化後に AT へ突入する流れとなります。最後にスペックの詳細です。ボーナスの初当たり確率と AT の出現率がこちらとなっております。ボーナスの初当たり確率は 256.8 分の1から 164.8 分の1、 AT の初当たり確率は 352.7 分の1から 225.6 分の1、既存の高ベース機と比べると初当たりが軽く遊びやすいスペックになっています。それでは早速打っていきましょう。打つ前にですね、ここです。有力感ランプがここで点灯するんですけども、通常時はずっと消えています。有力感に移行したとしてもここのランプで、移行の有無を調べることができなくて、まあ、当たった時につく、で当たりが終わった時に消えるっていう感じのタイプになってます。で通常時必ずこの作戦準備中というものからスタートいたします。 AT 終了後、あとまあ周期終わった一発目ですね、まずここに行きます。でこの間はレア役等々でチャンスゾーンの抽選をしていると。で通常時の打ち方です。左リール2連の白天使柄狙ってください。で枠内にスイカが停止していなければ敵通しで OK です。で枠内にスイカが停止したらスイカ狙ってください。まあバーとかいろいろ目安ありますけど、はい、これで準備状態が終了して通常時になりました。右上にこのタイマーありますね。でこれを減らすことがまず目標です。はい、ここに1周期の残りゲーム数が出てます。今60分の1、1ゲーム消化しましたよと。要はこの60ゲームの周期の間にこのタイマーを何回ゼロにさせられるかが重要ですね。あ、
前竹、はい、出ましたよクイズ、はい、これですね前竹さんに挑戦してもらうクイズっていうのが、久子はガルデモのギター担当である、うん、丸か×か。確かリードギターだったと思います。じゃあ丸、はい、おお、すごい、素晴らしい。リードギターかどうかはちょっと分かんないけどでやっぱこれ原作知らないと分かんないもんね。そうですね。さあ倉庫行ってるうちに17ゲームでもうだいぶ減らしましたけどね、うん、はい出ました。リプレイリプレイ、この GDM 紫絵柄ですね。この今右下がりラインで揃ってるのが弱チャンス目です。これオールライン有効ですね。で今タイマーがゼロになってアイコンを獲得します。これステージアップで、どこに行くかなんですけども、屋上、まあ、屋上ステージは特殊ステージになってまして、まあ、いわゆる広角ですね、ここにいる間はタイマーの減算が多くなります。外れでもね5とか、さっき1とかだったんですけどね。でここでリプレイとかレイヤーク引くとさらに大きく減算すると。さあすごい、もう10ゲームぐらいでタイマーがゼロになりますね。はい、さあどうなるか。ちょうど周期は今半分です。あ、ユリストック、はい、ユリストックゲットしました。これがまあいろんなところでこうどこで発動するかわかんないんですけども、とりあえず1個あるだけで、この周期の当たりの期待度が 30% アップすると。で2個あればさらに大チャンス、3つあれば激発ってなる。これどっかで使うんです。まあ、連続演出行った時の連続演出をさらに期待度高いものにしたりとか、あとタイトルの色を変えたりとか、これ1個持ってるだけで結構期待できます。何をしようかしら。さあ間もなく周期が到達しましたね。これで発展ですね。はい、ゼロウェイブという連続演出に発展しました。今もう連続演出によって期待度は変わるんですけど、今一応これ期待度一番下の連続演出ですね。みんなはタイミングを見計らってオペレーションスタート。ただまあ消化中、例えば赤文字だったりとか、まあ、チャンスパターンが複数あります。で今ユリストック持ってるんですよ。これがどっかでね発動すると思うんですけどね、まだまだですね。あ、ここ来た。これでチャンスアップ、まあ、こういった感じでユリストックが使われていくことがある。基本的に今みたいにオートで発動するときと、あとこっちの任意というか、まあ、プッシュとかで発動することがあって、プッシュで発動したときの方がユリストックは期待度がアップします。これで失敗。はい、で今1周期目を外して2周期目に行く。でこの時も作戦準備を経由します。でちなみに周期によって期待度が、成功の期待度が違くてですね、1周期目は 30% と高いんですよ。でこれ AT 終了後もそうなので、だから即やめせずに1周期目は打った方がお得となっております。あと1周期目、あと4周期目ですね、この辺がチャンスになってます。これはいけるかな。タイマー残り19ゲーム、12、まあ普通言ってももう1回は減算しますね。あ、来た。彼の名前は竹山である。彼の名前は、あ、ちょっと待って、竹山くん、竹山くんかって聞かれたらなんかそんな気もするな主人公ではないですよね。主人公ではないです。はい、竹山くんかもしれないです。竹山くん、はい、あれ違う、おいおい、じゃあ誰だ誰ださあ3周期目失敗してしまいましたが、次は4周期目で、4周期目はチャンスです。みんなどこ行ったの。おっ、カットイン、ショートフリーズか。逆チャンス目ですね。エクセレント、だいぶ減らしました今。おお、いいね。強チャンス目、いいペース。さあどこ行く。屋上ね。
お、ユリストック獲得しました。いけんじゃないか。髪型変えてみようかな。あ、学食の麻婆豆腐が300円である。すげえな。うわー、300円。難しいでしょ、そりゃ。300円だったかな。わかんない、丸で。丸。おお。難しいな。この台から何かすごい力を感じる。あ、どうですか、ヒョウさんは感じてますか。もちろん感じますよ。あ、じゃあもう丸でしょう。もうここで感じないっていうことはないです。ありえないです。これはもうサービス問題ですね。お、なんかびっくりマークが。なんかあるんでしょうね、ここに出てくるもので、例えば、うんうん、まあ、ちょっと設定差があるかもって言ってたやつに何か関わってくるかもしれないですし、はいはいはい、押しても今のところ何もないですね。初めて見ましたね、うん、髪型変えてみようかな。いいよいいよ。お、GDM ライブ、チャンスステージでもさらに上位のやつですね、移行したら期待度が 70% 超。あ、当たんじゃないの。だってユリストックマンだよ。すごい。あ、いいですね。この子たちはこの学園のバンド、ね、そうです。ガールズデッドモンスターっていうガールズバンドです。おいい声してんな。かなり期待できる状況じゃないかな。でここでさらに霊薬とかを引いて期待度をどんどん高めていくと、うん、80%。これもそのまま期待度と捉えていいでしょう。盛り上がってます。盛り上がってる。さあ、周期到達で。お、しかも連続演出は一番期待度の高いオペレーショントルネードですね。これユリストックどうなるんだろうな。別に何もないもんね。あ、300円だった。300円って書いてあった。そこで。だ、原作見たけど忘れちゃったっていう人も、まあ、こう演出とか見とけばもしかしたら思い出せるかもしれないですね。そうですね。さあ、ジャッジ。あ、で今使って確定にした。おお、なるほどね。さあ、連続演出成功で次はボーナスですね。この次かな。はい、で次ゲーム勝手にボーナスが揃うんですが、バー絵柄が揃った場合は戦線ボーナス、青7が揃った場合はエピソードボーナス、エピソードボーナスが揃った場合はそのままその後 AT に行きます。メインはバートロイです。はい、戦線ボーナスですね。さあ、戦線ボーナス、まあ、大事なのはこの後なんですが、このボーナス中15ゲーム間でハズレとレア役でアイテムの獲得抽選をしています。ここでアイテムを多く獲得すればするほどこの後の展開が有利になる。さあ、レア役引きたいぞ。でさらにこの間キャラの紹介が出るんですけども、まあ、ここにやっぱり設定したがねあります。高設定下だったり、まあ、偶数下だったり、中には確定もある。はい、戦線ボーナスが終了して、このあと天使救出作戦というものに行きます。この天使救出作戦が2パートに分かれてまして、まず
戦線パートに行きます。でこの間は成立薬とこの右側に出てるアイコンですね、これを参照してダメージポイントの抽選をしています。でこのダメージポイントが10ポイント貯まるとユリパートに移行します。でユリパートで赤目天使に勝利すれば AT に行くと。とりあえずここでね、レイアクとか、まあ、あとリプレイとかを引くとダメージポイント貯まりやすいです。で30ゲーム間で倒さなければならない、最大30ゲーム、はい、今3ポイントで、こういう何もない時でもレイアクを引ければダメージを与えられます。あと1ポイント、次のアイコン強そうだからこれは与えられそうですね。お、で今なんか多分過剰にポイントは獲得したからかな、敵の赤目天使の技が1個消えました、まあ、こういう感じで敵の技が減っていけばいくほど勝ちやすくなる。さあユリパートに移行します。さあ赤目天使の技何が出てくるかに注目してください。こうですね、上から2番目オーバードライブ、オーバードライブ、バンドマンには聞きなじみのあるんでエフェクターの名前ですけどギターの。さあ強そう、うん、で技を食らって立て直すから戦線パートに戻ると。で大事なのが1回使った技消えます。だからまあ、負けたとしても戦う回数、ユリパートに移行する回数が多ければこう強い技がどんどん減っていくわけですよ。だからどんどん勝ちやすくなっていく。でちなみにこの5個の技消えた状態であればもう勝ち確になります。さあ残り2つのうちの私が行くわ、どれでしょう。おー、一番下が来たよ。かわいい、お花みたい。へえ、確かに危険度は低いですね。あ、なんかキャラ付きですよ、期待度アップでしょうね。あー、来た。オペレーションクリアでエピソードボーナス確定します。この次に自動で青ならが揃いますね。ボーナス確定、はい、はい、エピソードボーナスです。でここで、まあ、原作のエピソードが流れてこの時点でも AT は確定しております。でこの間レイアクト外れで、まあ、AT のAT サマイス管理なんですけども、そちらの方のサマイスの上乗せ抽選を行っております。でこのエピソードボーナス自体は100枚の払い出しで終了する。さあエピソードボーナスが終わってここで上乗せしてるかどうかの告知が発生して上乗せはなしと。さあ次から AT に行きます。おー、開いた開いた、 GDM ドリームライブ、すごいすごいよね、このプロジェクションマッピングの奥行きが、まあ、この間ハズレとレア役でサマイスの上乗せ抽選、さらに、プラスして、まあ、ボーナスですね、死んでたまるかボーナスというものがありまして、まあ、それちょっと上乗せの特化ゾーン的なポジションなんですけど、それの抽選もダブル抽選されてます。ただね、まあ、上乗せもそうなんですけど、この映像がすごいんですよ。これ何がすごいかって、まあ、僕楽器いろいろやるから分かるんですけど、はい、演奏の手が合ってるんですよ。多分実際に弾いてる動きをしてるんですよ。この音程、このコードとかドラムもそうですけどね、こうやってこれ合ってるんですよ。なんかやたらリアルだなとは思いましたけど、多分あのブリッジでこうやってわーって弾いてるのもここ合ってると思うんですよね。めちゃめちゃ忠実に作ってる。いやこれすごいですよ、簡単なことじゃないですからね。
しかもこれ新曲なんですよね。これ新曲なの？あのアニメには出てこなくて、へえ、まずツインボーカルっていうのがもう原作ではありえないんで、あ、ストーリー的にこう被らないってこと？被らない。へえ、あの感動しました、鳥肌立ちました。へえ、そっから映像の方にねちょっと夢中になってますけども、この AT 中の上乗せ性能に設定差がない、だから全設定で一撃でかい上乗せとかも起こりうる。お、これレア役、レア役スイカですね。セッション。おお、20枚のせ。なんかまだ煽ってますね。あ、スイカで20、30。なるほどね。スイカとキョウちゃんすめ50枚以上の上乗せなんですよ。だからあれスイカで20って思ったんですけど、こういう風に追加で告知してって、しかもブルブルいってる、全部で100枚、でかいな。さらにこれでボーナスが出てくることもある。おお、ほんとすげえ簡単に乗せるな。ハズレですよ、だって。さあ、間もなく到達ですね。ここで扉が開いたらスイカのせい、だから潜ってたってことですね。すごい、あっという間にもう600枚超えてますね。さあ、アンコールなしでリザルト表示と。はい、これで AT 終わりなんですが、大事なのはこの後引き戻しがあります。で、まず引き戻しに行く前にこのチェンジザワールド、5ゲーム間ですね、このキャラボックス、ここ成立役を見つつ、このキャラのアイコンの獲得抽選を行います。でキャラいっぱい持ってれば持ってるほど引き戻しやすくなりますね。でこのキャラもいろいろいまして、上位のキャラクターもいます。まあ、強弱特徴がありますね、それぞれにね、こう攻撃力、命中率、回避率とか。赤のキャラとかを獲得できれば引き戻しにかなり期待できるんじゃないかな。はい、とりあえずここでのアイコン、キャラアイコンは2つ獲得しました。でこの後ですね、エンドレスビーツという引き戻しに行きます。うん、さあこの間ですね、マイゲーム成立役とこのキャラクターのアイコンを参照して、このビートメーター、このメーターの加算抽選が行われるんですけども、この加算していったものが高くなればなるほど引き戻しやすくなるというところですね。でこの引き戻し中の楽曲が選べます。はい、こうちゃんとアーティストによって分かれてるんですけども、これが全40曲ありますね。で今これかなり開放されてる状態なんですけども、まあ、最初はね、全部は選べないみたいです。あ、なるほど。うん、時間が経てばと、あとマイスロで開放していくというものですね。これは打ち込みがいがありますね。ね、だそれぞれの、ソロの楽曲と、うんうんうん、まあ、あと多分そのメドレーとかがあるんですけど、どれがいいですか？個人的に一番好きな曲はあるんですけど、はい、それ聞いちゃうと私泣いちゃうのでとりあえずじゃ あのオープニング、オープニング、はい、これはどれでしょう。その他に入ってるかな。その他ちょっと一番上の My Soul Your Beats。 My Soul Your Beats、はい、OK です。はい、決定しました。綺麗なピアノの、こんな気持ちで俺戦うの？
いいけどね、いいんですよ、どれ選んだって言うんです。ただその自分の気持ちをこう盛り上げるために好きな曲を選ぶ。あ、そうかそうか、そう。いや別にこのアップテンポだからじゃないとダメとかそういうことではないんでね、うん、でこの今キャラクターのアイコンがないところは整理策を参照してこのキャラアイコンの獲得抽選しますので、最初に獲得できなくても後からどんどん獲得することがあります。でこの時リプレイ以上を引ければダメージを与える大チャンスで、こういう風にベルが揃ったりで、この引き戻し中なんですけれども恋持ちが現状維持ぐらいになります。ちょっと今アイコンどうかな、まあ、でもあとまた30ゲームもあるからね。さあここでビート獲得、うん、残り3ゲーム、いいぞいいぞ、61、どうよ76、いやここ与えたい、おーしよしよしよし、これで78、刻む刻むね。で残りゲーム数0になったんですが、まだ引き戻し終了しません。でここでキャラがいないマスですね、ここで影が出てくるんですよ。でこの影のところで、まあ、多分ここも整列役を参照してその最終的に発展抽選を行います。まだ終わるとは限らないけど、はい、第3まで続いたので、ジャッジバトル、ここでメーターが81、まあ、赤ですね。結構引き戻しに期待できるんじゃないかなという状況です。さあどうでしょう、単純に今までこのビートを貯めた分でここで影を減らします。100体だったのが10体になったので、まあ、引き戻しに期待できるよという。さあどうでしょうね、おお簡単簡単、はい、で引き戻しクリアしたんですが、この後はエピソードボーナスに行く可能性があります。まだですね、基本的には AT に戻るんですけども、エピソードボーナスを挟んで戻ることもあります。エピソードボーナスですね、はい、でエピソードボーナス終わって AT に戻りますよ。さあで今ですねトータルの獲得枚数935枚でラスト89枚なので1000枚を超えるんですよ。でこの AT、まあ、1回の AT でもいいし引き戻して戻ったやつでもいいし、トータルの獲得枚数1000枚超えるとさっきの引き戻しじゃないやつに行きます。エンディングバトルに行きます。終了後ですね、そのエンディングバトルでクリアすればエンディング確定。あーなるほど、うん、さらに、まあ、そのこの上乗せし続けて1500枚いった場合、それもエンディング確定です。さあエンディングバトルは確定した、はい、さあ1084枚で AT 終了、この後エンディングバトルに移行します。さあ始まります、うんね、同じように、まあ、成立役を参照してこのビートを貯めてって、で勝率がどんどん上がっていく、まあ、勝ちやすくなるという形なんですけども、さあこの後もすぐではないですね、数ゲームで、あー来た来た、さあ勝利すればエンディング感想濃厚、うん、なんかいっぱいある、はい、モニターですね、モニター、パソコンのモニター、あー、はいはいはい、このコンピュータ再編してどうするのよ、すべてはあなたの意思次第です、ここを永遠の楽、そうです、すべてはあなたの思う、押して、お、ここでジャッジか、はい、
だあ嘘あれなんかおかしくなっちゃったこれで失敗で、ああなるほど、1020枚獲得で終了と。ほう、惜しかったですね。惜しかったね。あ、ユーリカランプ消えました。うーん、でまたここからスタート。まあここまでが一連の流れですね、うんうん、おチャンスゾーン煽りですね。レア役引いてますよ。はい、チャンスゾーンに当たりました。でこのチャンスゾーン5ゲーム間前ゲーム成立枠を参照して、この、まあ、テンションメーターマックスにする抽選をしてます。でテンションマックスになれば成功でボーナスに当たります。あーなんかまた別パターン。お、シーナさん、これかなりチャンスじゃないか、これかなりチャンスじゃないか。強チャンス目はスイカもあるか。はい、おー、あーすごい、やった。こういう風に準備状態中でも霊薬を引けば当たりにつながることがあるよっていう。さあこれでボーナス揃います。戦々ボーナスですね、うん、戦々ボーナス。おお、まあ当然というか、これでまた青7が揃ってエピソードボーナス。さあ今回も AT 頑張って継続させていきましょう。さっきの外れの煽りかなと思ったんですけどね。あー、え、弱チャンス目かな。あれ、この出目初めて出ましたね。あの天使揃いしたら確定役なんですよ。これ確定役じゃね、確定役ですよ。すごい、エース失敗してんのにめちゃくちゃ弱いね。だここちょっとパパンってやっちゃいそうですけど、まあ、しっかり狙った方がいいですね。さあ確定役でどうなるんでしょう。間違いなく上乗せはします。まあ上乗せはすると思うんだけどね。あれあれあれ、フリーズした、すごい、あーでっけえ。あの1回の上乗せのマックスですね、300枚。めちゃめちゃレインボー、めちゃくちゃレインボーですよこれ。んプラスウィンって書いてたから、ボーナス、そう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 、 AT 中のボーナスがありまして、これは揃うかな、赤7が揃います。はい、で死んでたまるかボーナスですね。消化中に霊薬と外れで AT のサマイス上乗せが行われます。これも特化ゾーンですね。おお、これで告知ですよね、おそらくね。あー、そっか、今なんかおっしゃったけど大丈夫です、弱チャンス。おお、チャンス告知だと多分煽りが発生して、あと告知だと最後に載せた分をまとめてドンと告知するんだ、はいはいはい、あーダメかな。おーおーおーおお、載せてたけ。あ、こういうパターンもある、へえ。で今のボーナス乗せた分を持って AT に復帰する。おうおうおう、でかっ、でかいなこれ、でかいぞ今日チャンスね。50以上、いやーこれ行ってほしいな。いやもうなんかこういう時チャンスパターン探しちゃうよね。ないかな、よくたどり着けましたね。でも
もうなんか全部チャンスパターンに見えますね。見える、だってもうあハートいっぱいあるし大丈夫だなって思っちゃう。どうなる？書き換えもあるでしょ多分。スイカか。あーあー。おーあーやったー。意外とこのスイカ効いてるかもよ。はい。というわけでエンディングバトルに勝利してエンディングは確定しました。さあここでこれからエンディングが始まるんですが、まあ大体の解説がねここで終了したんですよ。でここであの前竹さんにずっと挑戦していただいていたクイズの結果を出してみようかなと思うんですけども、はい、学園の生徒会長はゆりである。ゆりちゃんではありません。おお、松下の好物はスードンである。好物はスードンじゃありません。すげえな。天使と呼ばれる人物はかな、かなでである。はい、はい、正解です。おお、関根はガルデモのエース担当である。消去法で、まるで。おおーすごい。学園の生徒数は2000人強である。丸にしましょう。丸。おお強い。そんなにいるんだ。ハンドソニックは羽を作り出す能力である。ハンドソニックは羽を作り出す能力で、A はないです。ない、はい、おない、はいはいはい。天使と呼ばれる人物はユリである。ユリじゃないです。ない、はい、はい。彼女の名前はシーナである。はい、シーナっぽいですけど、はい、浅はかなりとしか言わない。へえ。彼女の名前はユイである。ユイちゃん、はい、ユイちゃん、ユイちゃん。ガルデモのボーカル。この武器は大山の武器である。なんでこのタイミングで丸かな。丸。おお。ユイが使用するギターの色は赤だ。赤です。あ、本当？はい。おお。入江は関根から入江っちと呼ばれている。なんか呼ばれてた気がします。呼ばれてた気がする。はい、なんで呼んであげてよ。呼び捨てかな。じゃあ竹山がかけているメガネは四角い縁のメガネだ。四角のはず。四角、四角、はい。おー、あ、よかったよかったよかった。かなでの部屋には鏡が2個以上ある。2個以上ある。おお。エピソード10の挿入歌の一つとして流れたのは一番の宝物である。多分そうだと思います。ナイス。よかった。エピソード10のサブタイトルはグッバイデイズである。これもう丸でしかないですよね。丸ですね、はい。音なしイコール、キャラクターボイス木村良平さん。木村良平ではないですよ。ない。はい。おー、ユサイコールキャラクターボイス小林由美子さんですか。バツで。バツ、はい。おお、ナイスか。直井さん、キャラクターボイス尾形恵美さん。これはもう丸です。丸、はい、なるほどね。今23問挑戦していただきました。正解が21問なので、正解率 91.3% ということで、達成ならずと。惜しかった、はい、なので二度とファンを名乗らないでください。なんでって言いたいとこなんですけども、はい、まあ、せっかくこれからエンディング始まるので、うん、泣きの1回ということで、これから前竹さんにはエンディングを見てもらって、そこで泣くことができればもう一度ファンとして認定しましょう。はい。泣けますか。だって泣けるって何回もね、シダ中も言ってますから。いや本当に泣けますよこのアニメは。じゃあエンディング一回流せば、はい、涙がボロボロ流れると思っていいんですかね。ほろりほろり。まあここからあのカメラで前竹さんの顔抜いてきますから、いいところで泣いていただければなと思います。わかりました。さあエンディング見ていきましょうかね。この後ですね。いくよ、準備はいいかい。泣く準備ですか。泣く準備だよ。もちろんできてます、はい。
まだ全然あります。あと3分30秒あります。ここが泣きどころです。ここ大事、はい、私はあなたの心臓で生きながらのことができた女の子。今も私の耳にはあなたの心臓が鼓動を打っている。ただ一つの私の不幸は、私に青春をくれた恩人にありがとうを言えなかったこと。それを言いたくて、それだけが心残りで、あの世界に迷い込んだ。さあ以上がエンディングとなりまして、まあ、この後また別のものでね、枚数の感想までが続くんですけども、前田さんはどうですか？泣いてましたよ。泣いてた泣いてた。俺ちょっと押し順泣いてたから夢中で泣いてた泣いてましたね。泣いてた。じゃあもうファンでいいですこれやっぱ原作最後までね、こう何回も見てる人だとやっぱたまらないし、そうですね、いやだって最後見ました。見てましたよ。あなたの心臓で生きることができた、生きながらえることができたって、なんとなく察しました。なんか移植とかしたのかなとか。そう、まあ、そのね移植した理由もまああるんですけど、それはもう原作ぜひ見てほしい。こんな巡り合わせあります？だってすごいですよね。ただまあ僕ちょっとサイコパスなんで泣くかどうかわかんないですけど、まあ、非常に感動的なシーンだなっていうのが分かりましたさあというわけでここからは僕らのエンディングですけども、はい、率直な感想として原作ファンとしてどうでしたか？いや何だろうな、お話も結構しっかり入ってるし、そのエピソードボーナスとかでしっかり見れるし、まあ、今回エンディングまで見ることができましたけども、で何よりも楽曲数がめちゃくちゃ多いので。そうですね、それはファンの人は嬉しいと思いますよ。なんか僕もね原作ほとんど知らないんですけど、うん、まあ、楽曲を聴いて、はい、おすげえいい曲ばっかだな、もっと聴きたいなと思いまして、うんうん、まあ、ただ今回そこまでね40曲ありますから全部で、そうですね、まあ、本当一部なんですけども、うん、まあ、マイスロやっておくと、まあ、いろんな特典があるという、はい、まあ、楽曲も解放できますし、まあ、キャラクターのやり込み度、まあ、だから原作ファンの人はこうやり込み要素がね、うんうんうん、非常にあるので、まあ、ぜひゴールデンウッズ際はね、うん、マイスローやってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、パチスロとしては僕はもうなんかやっぱ5枚ゾーンがすごくちょうどいいんですよ、うんうん、1ゲームあたり5枚ゾーンの AT がもともと好きなんですけど、まあ、やっぱ引き戻しのところでコインが減らないとか、あ、そうですね、原作好きな人にとってもそうかもしれないですけど、うん、パチスロ好きにとっても結構かゆいところに手が届くような仕組みになってるんじゃないかなと思いました。で僕すごくね機種解説久しぶりなんですよ、はい、で、まあ、だいたい機種解説の最後に言ってた一言があるんですけど、うん、まあ、だいたいみんなも言うんですけど、うん、これ言っていいですか？どうぞ。これ言って終わりでいいですか？どうぞ。それでは続きはホールで皆様がお楽しみください。さよなら。さよなら。久しぶりに言えたなこれ。